皆、古神社は、大阪府富田林市にある神社である。式内社で、旧社格は孫社。竹山中腹の五図山流泉寺要員の北側に、あり、江戸時代までは、流泉寺の鎮守者であった。神谷やい耳の命を主祭神とし、雨の太玉の命を合わせ祀る。江戸時代までは、流泉寺の鎮守として、当地の地主神である、五図天皇を祀った。 河内名所図絵に見られるように、江戸時代以降、皆、古神社は、流泉寺の御図天皇者に否定されるようになった。明治時代の神仏分離に際して、流泉寺より分かれる。明治時代初頭の特選神明朝において、祭神王族に進むのを神というが、安坂大明神と称されるもののため信じがたいとして、今口県が、当地付近一帯に否定されることから、新仙聖視力を引き、 コンクチュア型主の祖先神である、かむやい耳の命に改められた。祭神については、その他諸説がある。郷土史の研究、郷土地史は、祭神を、かむやい耳の命とし、灰神を雨の小屋根の命とする。大阪府市は、雨の小屋根の命を祀るとする。雨の太玉の命は明治42年に合祀した、四季内、皆古助備内神社の祭神である。 皆古助備え神社の祭神についても小説あり、特選神明朝は、雨の太玉の命とするが、とんだばやしは別に神教費命、根口あがた主祖神、助味じしそうあげる。創建年月は不詳である。皆、古神社では、隣接する、流泉寺の自伝より、公認十四年正月の創建としている。流泉寺は、水古天皇二年に、 蘇我馬子が創建した寺院と伝えられ、次元ではこの地にある池に住む枠流を、蘇我馬子が沈めたものという。その後、池の水は、枯れ、寺も廃絶した。公認14年正月8日、工房大使が当地で、火事祈頭を行うと、竜が再来し水が再び豊かになったので、この時にできた池の中の3つの島に、聖天、ザイ天、室天を祭り、 五図天皇を鎮守としたと伝えられる。流泉寺が23の防遠を数えるようになったのは、発掘調査や二王門の調査などから、鎌倉時代中期とみられる。南北朝時代に、竹山に城が築かれて、以降、楠木氏や畠山氏により城がたびたび用いられた。特に、多門院日記英章年には、畠山義秀が牢城したことで、竹山の麓ごとに一大焼きとあり、 これらの戦乱によって、二王門など一部を残して、龍仙寺は壊滅的な被害を被ったと考えられている。明治の神仏分離により、五図天皇を祀る鎮守者が龍仙寺,寺より分けられ、式内、皆、小神社に否定され、祭神を神谷井耳の村に改めた。明治四十二年十二月二日、神奈美の産ぶっす神であった式内、聖子サービ美神社を合祀した。 後頭天皇者の由一書は、流泉寺の自伝である、流泉寺演技に述べられている。竹山のふもとをたまたま通りかかった、工房大師が、喉が渇き村の老人に水を凍ったところ、パチを注ぐに足らない水しか得られなかった。大師が理由を聞くと、老人は、古の伝説を語り、しばらくこの地に泊まり霊地を起こせ。そうすれば、よも、また何時の願い助けんと言った。 何者かを尋ねると、我はこの地の地主御津天皇である。何時が来ること待つこと久しと言い、忽然と姿を消した。大師が山をかき分け、木雲が残るところにたどり着くと、戦況のような土地に枯れ果てた池があった。火事祈祷を行うこと10日、夜に雨が滝のごとく降り、竜王の再来と叫ぶ大声が3度聞こえた。夜が明けると、池は水をたたえ、 水中に流血が見えた。池には三つの島ができていた。忽然と勝負が現れ、茅三束を大使に剣じた。大使はその茅を持って、三頭に、べざ天イダ天店、聖天の紳士を建てた。勝負が告げて言うには、後方の小高いところが、伊王前勢の旧跡であるとのことであった。三十本ほどのところまで行くと、石垣と鳥居があった。勝負は、 これがここの地主であると言い、去っていった。大使はすぐに勘定して、長く当治の鎮守とした。これが今の皆、古神社である。ウィキメディアコモンズには、皆、古神社に関するメディアがあります。ありがとうございます。